私は、消費癖と、放浪癖がやばいです。帰り道でコンビニとかデパートとかでお金があれば衝動買いし、お金がなくても買うわけでもないのにフラッと出かけてしまいます。結局太ってダイエットしてますが、怠けて一向に痩せません。決意表明できる相手もおらず、 SNS で、取り返しができず失敗し、ジャンプとか、音が出る系は家族に迷惑なのでできません。どうすればいいですかってことなんですが、まずですね、あ、なるほど、ダイエットするのになかなかできないっていう、そういう話ですね。まずですね、浪費癖と放浪癖がやばいですってことなんですが、なんだろう、まずですね、帰り道でコンビニとかデパートとかによるってことなんですが、これ帰り道は自分で多分、決めればコントロールできると思うんですよ。で、お金がない状態で寄るだけだったら別に太らないと思うんです。だからおそらく、お金がない状態で物を買うことできないと思うんで、なんだかんだ買ってるわけですよ。でね、大体こういうこと言うんですよ。こういうふうにわかります？これ皆さん見るとわかるんですけど、できない理由ばっか並べ立てるんです。でね、これダメな人間の特徴って、怠け者とか自分を変えれない人の特徴って、自分を正当化するときだけ想像力が出るんですよ。じゃなくて、自分ができるとしたらどういう状況でできるのかってことを考えるってことがすごい大事。だから僕も毎日毎日こんな風に生配信するとか、Dラボとかもそうですけど動画やるなんて、僕そもそも怠け者なんてできないんですよ。できないんだけど、お酒飲みながら酔っ払ってて適当にやるのでも OK っていう風に思ってやるとできるわけですよ。だから自分ができる方法を探すべきで、こうやって、まあ、絶対酔っちゃうんです、帰れないんですよ。お金がなかったらコンビニで買うことができるはずがないんで、お金がなかったら食ってないはずなんですよ。だから、まあ、そもそもそういう問題もあるし、あとは、ジャンプ系、どうせこれでヒートとかね、バーピーとか言ってるんですけど、家族に迷惑になるのでできませんって言うんですけど、別にそこら辺のコンビニ行ってればできるわけですよ。で、もっと言ったら別に家の中でやる必要は全くなくて、公園に行ってもいいし、非常階段って絶対丈夫にできてるんで、非常階段って非常事態に使うんで、丈夫にできてるんで、非常階段で別にね、階段のね、登り降りとかしてもいいし、それは迷惑だと近くの公園とか、あるいは道端とかでも別にいいんですよ。公道で別にね、こうジャンプしたり、こうスクワットしたりしちゃって、トレーニングしてるなっていうふうに周りから見えるだけなんで、問題ないじゃないですか。だからはっきり言いますけど、そもそもですね、自分に言い訳をするときにクリエイティブになるのをやめるべきです。大事なのは、自分がどうやったらできるかにクリエイティブになる、方法を考えるべきであって、言い訳を考えるときに頭を働かせてるっていう自分に、まあ、いい加減気づくべきなんじゃないかなと思います。自分に言い訳するのって楽ですけど、人生の序盤ではね。でもね、言い訳し続けた人生の後半は、地獄しか待ってないんで、その地獄を生きる覚悟があるんだったら、このまま言い訳し続ければよろしいんじゃないかなと思います。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。